ティムスとは、ベルギー出身の元サッカー選手、サッカー指導者。選手時代のポジションは FW。1959年に RSC アンデルレヒトで選手キャリアをスタートさせる。アンデルレヒトに在籍した16シーズンの間、8度のジュピラーリーグ制覇をはじめ、457試合出場233得点を記録した。晩年は、 RWD モレンベイクと2部リーグの VC エントラハとアールストでプレーし1977年に現役引退をしたベルギー代表としては1960年10月19日のスウェーデン戦で代表デビューを飾り1970年の FIFA ワールドカップメキシコ大会出場に貢献1972年の UEFA 欧州選手権1972では3位入賞に貢献するなど、国際 A マッチ81試合出場30得点を記録した。引退後は指導者の道へ進み、古巣のアンデルレヒトやクラブブルヘを指揮。1994年には、ベルギー代表監督を務め、FIFA ワールドカップアメリカ大会で指揮を取った。アンデルレヒトでは UEFA カップを獲得している。 2003年11月の UEFA ジュビリーアオーズの際にはベルギーサッカー協会から過去50年間で最も優秀なベルギー人選手に選出された。ありがとうございます。